内山老子提唱消防現像諸悪魔草第2回昭和55年7月19日京都総選寺にて収録。テキストの1枚2枚目で2枚目の裏の一番初めの行のところ、諸悪すでに分かりますか。2枚目の裏1行目、諸悪すでに作られずなりゆくところに修行力たちまちに現状す。この現状は人知人海人事人望を量として現状するなり、その量は幕差を量とせり、小刀陰文字の小刀陰文字人は諸悪作りぬべきところに従し往来し、諸悪作りぬべき縁に対し諸悪作る、共に交わるに似たりといえども、諸悪さらに作られざるなり。幕差の力量現状するゆえに、諸悪自ら諸悪と同弱せず、諸悪に定まれる長度なきなり、一年一方の道理あり、小刀陰文字すなわち悪の人を起こさざる道理知られ、人の悪を破らざる道理諦めらる。自らが心を起こして修行せしむ、身を起こして修行せしむるに、貴賤の発苦情あり、能語の幕差あり、何時が新人を年来して修行し、彼の新人を年代して修行するに、次第御恩にて修行する力幕地に現状するに、次第御恩の事故を善なせず、今日の次第御恩までも修行せられもてゆく。女根の修行なる次第御恩の力、上皇の次第御恩を修行ならしむるなり、千賀大地実月精神までも修行せしむるに、千賀大地実月精神帰りて我らを修行せしむるなり、一時の減税にあらず所持の活言なり、減税の活言にてある所持なるがゆえに、諸仏諸僧して修行せしむ、門教せしむ、消化せしむ、諸仏諸僧買って東行省をして善なせしむることなきがゆえに、東行省いまだ諸仏諸僧を軽下することなし、このゆえに諸僧は仏僧をして修行せしむるに、加減等の貴賤季語に回避する諸仏諸僧なし、史上差仏差祖の自説、日頃諸仏の仏僧を軽下せずといえども、差仏僧する道理を十二日中の行住座らにつらつら修行すべきなり、差仏僧するに修行を破らず奪わず失うにあらず、誓われども脱落し来たれるなり、善悪因果をして修行せしむ、いわゆる因果を動ずるにあらず造作するにあらず、因果あるときは我らをして修行せしむるなり、この因果の本来面目すでに分明なる、これ幕差なり無性なり無常なり不昧なり不楽なり脱落なるがゆえに、格のごとく参求するに、諸悪は一条にかつて幕差なりけると現状するなり、この現状に情報とせられて諸悪幕差なりと見得徹し、打得断するなり、小
等院もの時諸中語諸悪幕さにて現状するに諸悪は因縁症にあらずただ幕さなるのみなりただ幕さなるのみなり諸悪は因縁滅にあらずただ幕さなるのみなり諸悪も死となれば諸法もとなり諸悪は因縁症と知りてこの因縁の己と幕さなるを見ざるは哀れむべき友柄なり仏種は縁に従って起こるなれば縁は仏種に従って起こるなりまあそこまで、この諸悪すでに作られずなりゆくところに修行力たちまちに現状するっていうところはこの前ちょっと読み始めたんですが例によって初めての方もいるからこの前からの続きとしてここから読むことにすると大体ね、まあ、今このテキスト一応読んでみただけでも分かるようにね正法現像っていうのは難しいんですよ初めてこの正法現像読まれる方何が書いてあるか分からないだろうと思う本当に難しいところがね今ここに言う諸悪すでに作られずなりゆくところに修行力たちまちに現状すこの現状は人知人解人事人望を量として現状するなりその量は幕さを量とせりってねこの言葉だけでもまあ分からなくてもねよく読んでてます気持ちのいい響きでしかししかも何か、さっとしたところが書いてある感じがだけは分かると思うねそれでこれ実際ね仏法の話はね諸悪を作ってはならない悪いことしちゃいけないってねそういう単にそういう意味ももちろんあるんだけどただ悪いことするなよっていうねそういう静止の話じゃないからねそれでむしろもっと根本的に諸悪はすでに作られずなりゆくっていうんだからね悪いことはできなくなるっていう話なんだからちょっとそのあれなんですね雄大な話なんですその辺の新興宗教のいいお話とはわけが違うところがそれじゃあ諸悪はすでに作られずなり作られずなりいったとまあ私が言ったとしたらそれは傲慢だ俺はとっても悪いことなんかできなくなったぞって言ったらですねそれは単なる傲慢だでそれはまあ俺は成人だっていうのと同じだもんでところが本当は誰でも彼でも凡夫なんだでそんな成人なんていうのは見たことないほら世間の人はね拝まれるような成人っていうのがあるかのごとく思ってさそういう拝みたくなるような人を探して歩いてる人がたくさんいるんだからねそれはよっぽど精度が低いんだ大体人間が人間を拝むってことはありうべきこっちゃないみんな凡夫同士なんだしかしねただ今の行としてだ諸悪すでに作られずなりゆくところってそれを狙うこれは大切なことそしてですねまた修行力たちまちに現状するってこうあるからねまたいかにも意思堅固でもそして俺の修行の意志力でその自力尿かとこう思うんだところがそうじゃない今ここに書いてあるの
これはね、何よりもその人生的な座りっていうかね、その修行態度の問題です。というのはね、次にあるように、人知人解人事人望を了として現状するなり、その了は幕さを了とせりっていうんだからね、それ人知人解人事人望っていうのは、これは天地いっぱい永遠のってことです。天地いっぱい永遠の人生的座り、ここに座ってですね、そういう修行態度、これが大切だっていうんですね。だからそういう天地いっぱい永遠の人生ですね、そこにどっかり座って、そういう修行態度で今その修行力を現状させていこう、こういうことだから、そういう話なんだからね、ちょっと話は雄大になるね。あの今我々の普通に考えてるところは、どういうことが悪いことか、あの人のものを取っちゃいけないぞ、あの嘘言っちゃいけないぞって、そういうの悪いこと、もう分かりきってんだ、そんなことは。その悪いことは小学校の、私の年配だったら終身からね、その今の人たちだったら社会科なんだろう、まあ、そういうんで悪いことっていうことぐらい大体は分かってる。ところがそんなようなお話を、あの大人になっても繰り返し繰り返し聞いているって、それだけじゃ本当に子供じみてんだ。そうじゃなくて、今仏法の話は諸悪すでに作られずなりゆくっていうような、天地いっぱい永遠の人生の座りに座ってる、そこに座れば諸悪すでになり、作られずなりゆくところがあるんだ。そういう修行をしよう。だからちょっと難しいんですね。だからつまり地盤の問題だ。どういう地盤に住んでるか。例えばね、まあ普通の人のように、金だけが最高価値と思って、できるならお金をたくさん手に入れたいと、こう思っている地盤に住んでる人がだね、銀行へ勤めて、そして札束の中に待って、そして札束数えてるとしたらね、これはちょっと諸悪作られずなりゆくっていうか風景じゃないでしょ。これちょっとやっぱりみんなが見ていないで、札束だけがこれだけ俺の前に置かれてたら、ちったちょっとこうどっかへ隠して行こうって気が働くのが当たり前だ。だからそういうその金が最高価値っていう、そういう地盤に住んでいたら、そしたらやっぱり、悪いことと知りながら、ちっとはそういう隙があったらやってみようっていう、そういう気分が起こるのは当たり前だと思うんですね。ところがそうでない。今諸悪すでに作られずなりゆくところって、天地いっぱい永遠の自己の人生っていうものだ。そこで座りを持っていったらね、札束ぐらいいくらそのたくさんあったからって、そんなにどうしようと思わない。これ紙切れなんだから。そういうのが諸悪すでに作られずなりゆくところだ。その点、あの昔の京都っていうのは落ち着いた雰囲気のところだったね。荒っぽい雰囲気じゃなかった。私なんかでも
私が京都へ初めて来たのは小学校3年の時に来た。それから中学の時も来たけれど、とうとう京都へ住まうようになったのが、昭和24年だ。それでね、その時つくづく思ったな、京都ってのはいいところだ。何しろ高層にお金あげてくれるっていう雰囲気だからね。それで、そしてバスだってそのおい待ってくれって言ってかけていくと、その後戻りして乗せてくれ、まさか後戻りはしないけれど、少なくとも止めて待っててくれる。いっぺん沢木郎氏が出かけていくところ時にですね、お供して京都駅までバスに乗った。でそのバスが西本願寺のところに止まったの。そしたら出ようとしたところ、ドア閉めようとしたところへ、そのおい待ってくれってね、あそこの旅館からね一人飛び出してきたのね。そしたらそのまんまバス上げて待ってた。ところがそれからその おい待ってくれってやつが次々と旅館から出てくる。10人ぐらい。それで最後にはもうかけられないおばあさんまで、腰の曲がったおばあさんまで来て、それでとうとうみんな乗せちゃったね。その間まあ 2,3 分は止まってるじゃん。それで分かったね、京都っていうのは田舎のおのぼりさんね、相手にその、商売しながらあれしてる町だから、町全体がそういう感じだからね。そうすると田舎のおのぼりさんよりも気の長いっていうところがなくちゃサービスはできない。それが1000年以上続いてるとなるとね、これは京都人の気質がそうなる。でこういう雰囲気地盤、これがね大切なんだと思って。いや子供の喧嘩でもね、ほっちっちかもてなやって言うね、ほっちっちかもてなやって言ったって京都人ならすぐ分かるけどそのあれだね、他のところ分からない、ほっといてっていうことはね、それでかまってくれるなって、ほっちっちかもてなや、お前の子やなし孫やなし赤の他人やほっちっちってそれからがいいんだ。親類になったらかもてかもてんかっていうんだ親類になったらかもてんかって。またその喧嘩しながらね、またあたた縁組でもしたらまたどうぞよろしくって、そういう挨拶が付け加わるんだからねその点ね、それ子供の喧嘩でさえも喧嘩って言えば、私昭和24年に京都へ移って、それ以前からねおふくろやなんかこう京都へ来て、そして京都人の喧嘩っていうのは気が長いって言って言う話はよく聞いて、ところがその京都人の喧嘩をね事実見たの。高津で歩いてて京都駅のところへ来た。あれきっと昭和25年ぐらいだと思う。京都駅もまだ今の京都駅じゃない、焼ける以前の京都駅だ。そこでね大喧嘩が始まってんだ。ほいで私はまあ野人馬的根性は旺盛なもんで、すぐ駆けつけて見たわけだね。そうするとね、2、3軒こう離れて、それで大きな声してその怒鳴り合って、そのうちにだんだん熱してきて、そうするとこう一歩一歩進んでですね、それで400、500まで来たところで、そうすると周りの人がね、そのみんなこう手を持ってまあ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 って 2、3軒また離す。そしてまた大きな声で怒鳴って、それからまた熱してきて、あれするとだんだん一歩一歩進んできて、4、500のところまで来るんだね。
そしたらまたまた2、3年話すのね。これ繰り返しやってる。それでこれ見てて、あ、儀式だなと思ったね。それでこれはもう喧嘩やってる当人と相手とってちゃんともう役割が決まってて、一つの儀式やってる。それでこんなバカな喧嘩見てられるかいって、まだその頃私その気が短いところがあったから、それで帰っちゃったんだけどね。今にして思うと、あれの結末をねまで見ておかなかったな、潜在の根治だと思って、どういうふうに結末がつくもんかって。ところがね、あのそうしたら最近東海道膝栗毛っていう、あのあれですね、矢敷田のあの本があって、それちょっと見てた。この八次郎兵衛木田八が京都まで登ってきて、でやっぱりそのあの喧嘩の儀式に出会ったわけですね。そしてあのその最後のところ、あのこう今あそこ離れたりくっついたり しながらこうやった挙句ですよ、その最後のところでもって、これやい町とこっちゃへ寄り腐れ日陰になってきたから寒くなったわいってこの喧嘩の最中寒くなったってこれちょっと東京人には考えられないんだけど、そしたらね、ほうほんまに寒くなった、さあ寄ったらどうしたって言って、お前今その俺のことをアホ言うたな、なんで俺がアホやいって言って、アホやからアホやって言ったんだ、なんでそれが悪いって言ったと、いや俺はアホやない、賢や、そういうお前こそアホや、いや俺も賢や、お前も賢か、そんならこの喧嘩やめとこうってそれで一緒に帰ろうかって言って、それでまあ私の京都前下手だけど、まあ一緒に帰ってったっていうからね。それで八次郎で木田八ほとほとと感心してる話が出てたけど、こういうね昔の京都の人はその点気が長いっていうのか、間が抜けてるっていうのか、ゆとりがあるっていうのかね、とにかくこうそういうゆったりしたところがある。そういうとこからね、突然にその人殺してぐんどすんでもってぐさってやるようなことは出てこない。これなんて言っても地盤が大切です。それに対して今の時代は京都でもあれですね、あんまり外からの人が入り込みすぎてんのかしらね。あのそれでやっぱり最近こう新開地ができた、あの伏見区とか山品区とか右京区とかが多いけれど、あの人殺しの犯罪やなんかよくあるよ。これね、地盤そのものがこう犯罪すれすれになってきた今の時代ね。で犯罪すれすれの時代になってきてくればこそ、犯罪すれすれの総理大臣選ぶちことになる。それでまた犯罪すれすれの総理大臣が列島改造とかなんとかって改造するから、それだからまた犯罪社会が出来上がるんだと思う。これまあ悪循環。それでね、結局いかに地盤が大切かってこと、我々生きるのもこの人生地盤ですね。これをはっきりさせておかなきゃダメだと思う。で今ここで言われていることはそういうすれすれ地盤じゃなくて、この諸悪すでに作られず成り行くところに、そういう人生地盤ですね。そしてその地盤の上に立って修行力、たちまち現状してこう修行する力を千万発するということだ。
物、そういう諸悪すでに作られず成り行くところ、そういう人生地盤っていうのはね、結局の話、天地いっぱい永遠の人知人海人事人望ってね、そういう自己の生命の実物を本当に自覚しなきゃ。その点で少なくともな、天地いっぱい永遠の生命の実物っていうのは、それをその観点から見渡せば、地上の出来事っていうのは、これはね、すべて何ともないんだ。この何ともないっていうのは今マクサって言うんです。だから金を絶対価値とするんじゃない、天地いっぱい永遠の生命って、そういう観点からさすたば見たって、これ何ともないっていうのは、まあ偉くなりたいと思えばこそ、ちょっと地位持ち出されるとすぐ何でも出かけていくじゃん。偉くなりたくと思わなきゃ、地位いくら持ち出されてもそう くにゃくにゃにならないね。まあ色気だって手放してみりゃ、手放したところで見るとね、まあ女の人と二人で密室にいたって、それでも何ともないっていうところがあるわけじゃん。いや、その点ね、まあ私も70に近くなったら色気の方もちょっと下火になってきたね。そのこれ喜んでいいことなんだか悲しんでいいことなんだかわからないけど、この正直なところちょっと下火になってきた。それが若い頃ってやつはね、大変だ。江戸時代の本にこんな話が書いてあったね。まあ その話は後にしよう。あんまりそういうのばっかり聞いてる。いや、暑いからね、そのちったそういう話でも混ぜて書かないと、そのしんどくなるもんね。いや、仏教でね、あれですね、仏弟子になる、これ、まあ、出家の弟子でも在家の弟子でもなるとき、この従順金会っていうのを受けるんです。この第一不摂生会、第二不中等会、第三不淫欲会、第四不妄語会、第五不保守会、まあ等はそういうのがね。ところがね、それでよく保つないなよって言うと、よく保つって言わないと弟子にならない。ところがそのね、従順金会の一つ一つの意味はね、例えば不摂生会って人を殺してはいけないと、まあそういう一応の意味だ。しかしながらその根本はっていうと、この今の人知人海人事人望を持って両方してる。だからね、天地いっぱい永遠の生命なんだ。これだからね、こう天地いっぱい永遠の生命である限り、これ殺そうったって殺せない。あれ、風生風滅風空風情風造風現なんだからね、般若心経にある。殺そうと思っても殺せない。そういうその天地いっぱい永遠の生命を我々見つめてなくちゃ、殺せるはずのないものを殺せると思い、そうしてまた殺したとしたら、これは二重の戸が、間違いも折れて曲がって間違いしたことになる。でそうじゃない、天地いっぱい永遠の生命だから殺せるものがないっていうのが不摂生界の根本的意味です。それから不中等界っていうんでもね、天地いっぱい永遠の生命、これは個人持ちはない、自分持ちの命じゃないんだ。これだから俺っちゅうものがあるはずはない。それなのに俺っていうものがあると思い、そして人のものを取るっていうのは、そんなことはね、この二重の戸がない。
そうでない盗むべきものがない、天地いっぱいの永遠の生命なんだから、盗むべきものがないっていうのがこれ不中東海の意味だ。不飲欲界でもそう。どうせね、我々のあらゆる行動っていうのは天地いっぱい永遠なんだ、この生命の行動が。それをね、そのこの自分のやりたいことをやるっていうの、これはこの気もするところなしっていうけどね、このやり自分のしたいことをしてはならない、このするのは間違ってるってこと。だからつまりね、天地いっぱい永遠の生命って、これみんな誰でも彼でもね、これから改めて天地いっぱい永遠の生命を生きるんじゃないんですよ。誰でも彼でも、思っても思わなくても、信じても信じなくても、みんな天地いっぱい永遠の生命を生きてるんだ、事実として。これ絶対事実なの。どうせね、我々こうして生きてるっていうのは、これ心臓動かそうと思って、俺が動かそうと思って動かしてんじゃないんだから、これこう全てを投げ捨ててグー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 寝ててもちゃんと心臓に動いてんだし、息もしてんだし、これは俺のもんじゃないもん。天地いっぱいの永遠の生命が動いてる。で、その天地いっぱい永遠の生命を生きてるってことは、思っても思わなくても、信じても信じなくても、受け入れても拒絶しても、絶対事実として天地いっぱい永遠の生命を生きてる。この絶対事実を生きているから、それに従ってということだけが大事。だからね、つまり戒っていうのは防非試悪っていうけどね、非を防ぎ悪をやめる。防非試悪の根本はいつでも天地いっぱい永遠の生命、そういう絶対事実を生きてるんだから、その絶対事実に惹かれてっていうのね。これ絶対事実はそういう引力みたいにいつも私は引いてる。これ、あれですね、真宗の人で言えば阿弥陀さんが来いよ来いよってね、その召喚の直命っていうけど、来いよ来いよって招いてくれる。これ直命ってのはお天使さん の直命だ。もう絶対的な絶対事実でもって招いていてくれる。それがね、ご信心というの、そういう阿弥陀さんが招いてくださっているんだから、それに惹かれるって、それだけ、ね、で、だからいつでもね、我々はこの阿弥陀さんというのは臨機臨界臨機臨防ということですよ。この阿弥陀というのは無量無変という意味なんだからね。で、無量無変の阿弥陀さん、これが量として現状するんだ。諸悪作られずなりゆくところに修行力たちまちに現状する。それでその量は幕さを量とせる。要するに個人持ちの頭ね、これを手放しにする。個人持ち、いつも我々俺俺ってこれ個人持ちの頭に、ね、しっかり思いを握ってるわけだね。これを手放しにした。これがマクサ。その時に実物通りになる。頭で考えたことはこれ一つの、造作ですからね、作り事なんだ。ところがその作り事を手放す。そうすると作り事は落っこちる。これが脱落だ、真理に脱落だ。そうすれば作り事のないところ、全て何ともないっていうところがある。その何ともないところでただ行じていく。これが実物通り行ずるだ。はい。で、その次、小刀陰文字の小刀陰文人は、
これはね、小灯陰謀っていうのはまさにそのそれっていうことでね、あの実物、実物寺の実物人はっていうこと、生命の実物寺の生命の実物人は諸悪作りのべきところに重視往来し、諸悪作りのべき縁に対し諸悪作る共に交わるに似たりといえども、諸悪さらに作られざるない。いや、その点あれですね、私いつも感心するんだけど、この紙剃り持ってね、このところ喉元にこう紙剃り当ててる。でも床屋さんはあれで、床屋さんの場合、この紙剃り持ったっていうね、これ髭剃るために紙剃り持ってるんで、人を殺すために持っていかないんだからね。これやっぱり小灯陰謀寺の小灯陰謀尼、あるいはちょっと床屋さんが頭人生観ちょっと混乱したらやっぱり危ないね。銀行屋さんがさっさば数えてるよりももっと危ない。あるいはあれだ、ピストル持ったらどうしても人が撃ちたくなるって、こんな観念持ってるやつがねおまわりさんしてたら、これも危ない。でやっぱり小灯陰謀寺の小灯陰謀尼、そういう心が標準でなきゃならない。で諸悪作りぬべきところに重視往来し、諸悪作りぬべき縁に対し諸悪作る共に交わるに似たりといえども、諸悪さらに作られざるない。これその点あの利休さんの歌に、寒熱の地獄に通う茶美釈も心なければ苦しみもなしという歌があるけど、このオナーと茶美釈ね、これ熱いお湯の中に入れたり冷たい水の中に入れたり、しかしながらその茶美釈自身に、思いがないか、だから、ね、あのその寒熱の地獄とも思っていない。俺とにかくその点 人間的気持ちですね、人情を外してみればこの寒熱っていうのも何ともないってことがある。それで諸悪作るともに交わりに似たりといえども、いや我々としてはね、その諸悪を作るともに交わらない方が、を心がける方が大切ですよ。しかしながら悪友に交わらないってと思ってても、悪友に交わらなければならない時も出てくるもので、悪友に交わったらぜひとも悪いこと同じようにしなきゃならないっていうもんじゃないっていうことね、そういう道理もあるってことは知っとかなきゃ。これはまあ皆さんはの場合あるだろうけど、まあ皆さんのお子さんたちによく聞かしておいた方がいいね。あの中学から高校生って言ったら、悪友っていうのね、なるべく交わらない方がいい。しかしながら交わったからって言ってぜひとも悪いことしなきゃならないっていうもんじゃないってことよく知らせておく。でそのためには人情を外すことだ。人情を外すって言ってもその、あれですね、植物人間になっちゃうんじゃない。ただ心臓だけは動いてるけど何にも分かんないんだって、そんなんじゃ困る。そうじゃない、この頭をね働かすって、やっぱり頭は頭として精一杯働かしてていいんですよ。ただ頭を頭として働かすから問題なんだ。そうじゃない、頭を生命として働かすことね。天地いっぱいの生命、天地いっぱい永遠の生命として働かす、その辺が狙いですよ。
でその時に諸悪さらに作られざるなり、マクサの力量現状をするゆえに諸悪自ら諸悪と同着せず、諸悪に定まれる長度なきなり、このマクサの力量現状する、このいわば今マクサっていうのは頭手放し、その時にその全て何ともないというところがある。いや私もあのその初めて坊主になった頃、意地の悪いやつが私の兄弟子株のやつにいてね、ずいぶんいじめられた、いじめられたって意地悪されたね。それで私発見したのは、蝶つがいを外しとくことって、この蝶つがいをちゃんとこうあのはめてると怪我するからね、それでごそっとこう蝶つがい外しといて出会ってると何ともない。そしてまたそいつがいないときちゃんとはめればいいんだ。そういうこのまあ皆さんでも一番問題、職場の人事関係だろうと思うけど、この人事関係で人事問題で何かっていうとき、あんまり意地の悪いやつに出会ったときはちょっと蝶つがい外しとくとかいいね。で諸悪、これがマクサの力量だ。マクサの力量を現状するゆえに諸悪を自ら諸悪と同弱せず、同弱っていうのは決まったものがあるわけじゃない。だからピストル持ったらどうしても撃たなきゃならないと、そう決まっていない。諸悪に定まれる長度なきなり、全て決まったもんじゃない。一年一報の道理あり。これ年っていうのはこう念ずることね、方っていうのは話すことでしょ。要するにその全て振り回し方だ、行事方だ。悪いって言ったってね、その行事方以下いろいろになる。小刀陰文字の小刀陰文字、すなわち悪の人を犯さざる道理知られ、人の悪を破らざる道理諦めなる。だから小刀陰文字、これまあ今言う本当の生命の実物として出会うという、その時は何も悪って言って別にあの人を犯さない、人を傷つけないという道理がある。本当に実物として見ればあのピストルだってただピストルっていう物体なの。それから自動車だって何も、ね、人を引き殺すって決まっちゃいない。そうじゃない、自動車なりの便利なもんだ、便利なもんだけど使いようによっちゃ人も引き殺す。いやあの自動車って何、まあ早い話が下駄ですよって今の時代昔の下駄ですよって言った人はあるけど、そういう道理もあるかもしれないけど、下駄は人を殺さない下駄で蹴っ飛ばしたってちょっと向こうずれ怪我するね。だけど今の下駄は自動車は引き殺して、これ自分も他人も殺すことあり得るんだ。だから自動車は下駄じゃないね。で人の悪を破らざる道理諦めない。いや毒も飲まなければ人は死にゃしない。でつまり行事方です。それから自らが心を起こして修行をせしむ、身を起こして修行をせしむるに、非戦の発揮上あり、能語の幕さあり。こっからはね、いかにも難しいことが書いてあるみたいだけど、本当はこれね、我々がする座禅修行に当てはめて見ていけば当たり前のことが書いてある。決して難しいことが書いてある。
これをだから自らが心を起こして修行せしむ、身を起こして修行せしむるに奇跡の白状あり能語の幕さあり、我々がまあ座禅しようっていうのは、ね、これは心を起こしたわけだ。それからそれで座禅するっていうのはこれ身を起こしてそれで修行するのに、奇跡の白状あり能語の幕さあり、これ、ね、慣れない字だけど結局はこういうことです。奇跡というのは働く以前、ね、働く以前に白状というのはもう出来上がっていること、働く以前に出来上がっている能語の幕さありというのは働いた後に何にも残っていない、何もしていないということですね。でその辺が修行のしどこだ。座禅してもね、俺やったやったって座禅して俺座禅したってそういうふうにその突っ張ってるのは本当の座禅じゃない。座禅って言ったって してもしないのと同じ、した後でやるする前に出来上がっており、した後でその働いた後で何にもしていない、そういうようなこの無双っていうかね、層がない、そういう座禅をしなきゃ。で座禅悟り開いたっつってもう突っ張ってんのは下やった後にはっきりなんか効果が残ってんじゃない。それからそのだから能語の幕さとは言えない。それからあるいはこれから座禅するぞっていうのはこれは奇跡の白状じゃない。それで今道元禅師の教えられる座禅はね、奇跡の白状能語の幕さ、上ずる以前にすでに出来上がっておる、上じた後に何にも残していないという、だからそういうのはどういうな座禅ですかという、要するに天地いっぱいの座禅です。天地いっぱいの座禅というのはやる以前からちゃんと出来上がってんの。そしてやってからって言ったってどうせ天地いっぱいなんだ。そういう座禅ってそういうもんだ。何時が新人を年代して修行し、誰の新人を年代して修行するに、次第御恩にで修行する力、幕地に現状するに、次第御恩の自己を善なせず、今日の次第御恩までも修行せられもてゆく。これもね、文章がややこしいもんだから、いかにも難しいこと書いてあるよ。しかしながら本当はそう難しいこと書いてある。座禅に当てはめてみればよくわかる。いや、今、座禅するっていうの。これは私のこの信心を年代してる。この身とこの心でもって座禅する、あるいは誰の信心を年来して修行するっていうんだから、まあ誰でもこの信心をこの信心を持って座禅する、で次第御恩にて修行する力って、この次第御恩も今言う信心のことです。次第御恩ってね、この治水化風く、治水化風でしょ。それから御恩というのはこの式重層行式というのね、これまあ信心とこういう言って読めば話が分かりいい。それで次第御恩で修行する力、この信心で修行する力、幕地に現状するにって言って、これ骨むぐみと筋肉でもって今座禅すれば直ちに座禅になる。別に骨折らなくていい。
げんこつ丸めりゃげんこつになんだし、こうやれば合掌になんだし、でこうやれば座禅になんだし、で要するに次第を御恩にて修行する力マクチに現状するんだ。それで次第御恩の事故を善なせず、これ何にもね、善なせずっていうのは、善なっていうのはね、不守者不守行っていうのがこれ道元禅師の定義だ。これはすでに これのことは唯物余物の巻に出ていて、もうここで何遍もその唯物余物の巻の言葉を挙げてるから、今も略して言いますとね、この不善なっていうのは、あれがいいとか悪いとかって取ったり捨てたりしないこと、それから不守行っていうのは赴き向かわないこと、やっていながらどうしようってこう赴く、それから向かう、そういうことない。ただ座禅したらただ座禅、これだけ、これが不善だから、骨組み次第号にて修行する力マクチに現状する、今その信心を持って座禅したらもうすぐ座禅が成り立って、それでどっこいものどうしようとも思わず、それで どっちの方へも向かわないから、悟りを開こうとも迷おうともそんなこと思わないで、とにかく座禅するんだから。でその時は次第御恩の事故を善なせず、ちっとも汚さない、それがね、座禅して一発いいところを悟ろうと、それじゃもう善なしてるのね。今道元禅師の座禅はただ骨組みと筋肉で座禅すると、それだけなんだ。でどうしようとも思わない、座禅が仏さんで、次第その時今日の次第御恩までも修行せられもていく。これ今私のやった骨組みと筋肉で座禅した、そのまんまこの骨組みと筋肉のこの信心をちゃんと修行せられもていくんだ。私の信心が修行させられてる。だからそんなに難しいこと書いてあるわけじゃないでしょ。座禅をよくこう自分のする座禅を考えてながら読んでみるとね、で要するにただ座禅すれば座禅になるっていう話で、女本の修行なる次第御恩の力、今ここ一切手放しの信心がですね、女本というのは今ですよ、今修行するこの信心の力、上皇の次第御恩を修行ならしむのない、上皇のっていうのはそれ以前の末期ここに出てくる方のね、もう今日仲間と一杯飲もう、あるいは当選に行ってちょっと残念するか、どっちか、そして少なくとも寺へ来て座禅した限りは上皇の、それ以前のね、飲みに行こうかあるいは座禅しに行こうかってね、思い迷った、それ以前のこともちゃんともう修行の中入っちゃってんだね、もうそういう上皇の次第御恩、もう1、2時間前はどっちにしようかなと、飲みに行こうかな、座禅に行こうかなって考えている、そういう信心も今座禅した限りはもう座禅
修行せられもていくんです。当然ね、これは因果は一如なんだからね。この座禅したら座禅の国、でこれ決心ってやつね、私も25年サーキュロジーについて、それから以後10年まあ安泰寺にいたんだから、35年座禅生活続けてるじゃない。これがね、毎月接心してるわけ、時には2回ずつやってる、あの多くだから随分接心の量してきた量も多いですよ。だけど接心の前の晩っていうのはね、なんとも不安な、なんともね、言い難い気分で、あの気持ちはちょっと表現しがたいです。それで、なんとも言えない気持ちなんだけれど、その前の晩に寝て、そして翌朝、3時あるいは4時に、心霊でパッと起きたら、もう接心が始まった。そうするともうそれから、ね、もう、ただ座禅だけやってるわけ。そうすると、時間は向こう側で勝手に経ってくるからね。そして、5日間経って、それで終わるんだ。だからね、5日間っていうのは、明日から5日間座禅するんだなって言った時には非常に不安な、妙な気分です。ところが一旦座禅が始まって、今度は座禅のとこからやってるんでね。そうすると別に不安でも何でもない、当たり前に。そして勝手に時間は向こう側で経って、そうでなきゃとっても世心なんて、こう座り止めの世心なんて務まんないですよ。俺がね、世心ずっと続け、5日間続けるんだなんて思ってたら、それはできない。そうじゃない。座禅に任せていくと、座禅が、座禅だけであって、あと勝手に時間が経つ。それがね、まあだから、上皇の次第御恩を修行を慣らしむるないとね、昨夜不安だった思いももう今修行の中入っちゃう。天下大地実滅精神までも修行せしむるゆえに、天下大地実滅精神帰り我らを修行せしむるなり。これに毎度言うように、この仏法としてはですね、私が生きてるのは私の体験する世界ぐるみ生きてる。決してこの既製品的に出来上がったこの世界の中に私が翻訳生まれて、その中でその生きてるっていうの話じゃないんだ。もうその話はもう毎度やってるんで、初めての人はちょっとなんだか分かんないかもしれないけど、もう普段ずっと聞いてる人はまたかと思うから、今ここじゃ繰り返さないといけない。またそのうちもっとその話をしなきゃならない時またやるとしてですね、とにかく私の世界を持って生まれてくる。私だけが体験する世界なもの、これは決して人と一緒に通じ合って体験してる世界じゃないんだ。そういう世界持って生まれてくんだから、だから我の生命っていうのは天地いっぱい永遠の生命ぐるみなんだ。でその世界ぐるみが今度また私を修行させる。だから千賀大地実月精神までも修行せしむるに、千賀大地実月精神帰りて我らを修行せしむるなり。
だから座禅すると、もう座禅の世界が開かれる。でも昔にだね、これは松高玄奘三昧王三昧の巻にある座の人会と それから世の人会と、座禅した世界と、から座禅以外の世界と、これはね、座の人界と世の人界とはるかに異なって、もうぐらっとひっくり返る。